愚を犯したイチゴの前にウルキオラは敗れた。そして現世ではスターク、バラガン、ハリベルが倒れたことで残るエスパーダはディエス・エスパーダ、ヤミー・リアルゴのみとなった。だがヤミーは霊圧を貯めて完全解放すると巨大化し、10から0へ数字が変わる最強のエスパーダだった。凄まじい力になすすべなく圧倒されるルキアたち。その霊圧を感知した白夜は戦いの場へと急ぐ。行くぞ。その目に刻め、千年幕へ加入し行くぞ。邪魔だ、行くぞ。行くぞ。
潰すのも一苦労だぜ。さて、どうやって殺してやるか。よう、ちょっと見ねえのに、ずいぶんでかくなってしまった。道が出せ。一郎。てめえは、黒崎一郎なんて力だ。終わりだぜ。死ねよ、カス。総括意。おは。何を言う。ここへ着いたのは私が先だ。刑事と法を集まえるがよい。邪魔だ。下がれ黒崎一。戦い先でボロカスにやられやがって。みっともねえからどけっつってんだよ、クソが。どうしよう。何だ。刑の仕事はここにはない。ソースの未現世でも消えるがよい。行くぞ。核の違いを見せてやる。行くぞ。
思い上がるか黒崎一郎。母帝十三体の隊中、警護とも助けになる腕の者などおらぬ。警護の務めは金町を守ることだ。兵はカラクラ町の死神とこの一撃で負ける。中継白帝剣なんだぞ。そうだ、行ってくる。いいぜお前ら。武を弄えるがいい。